さてその期待に応えることできるでしょうか、中村拓斗。そして前節16得点6リバウンド4アシストと活躍、ドゥエイン・エバンス。リーグ4位のスリーポイント成功率、京都屈指のスコアラーはこのケビン・ジョーンズ。ここでスイッチします。ショットクロック残り5秒、エバンスが突っ込んできてパスアウト、外三谷のスリーポイント、綺麗に決めてきました三谷。ドゥエイン・エバンスプッシュする、守備にも行った山崎、ツーポイントシュート、うまくバンクショットにしました。アグレッシブな攻守が売り、パスにしてラインを確認しながら岡田、マーフィーの守備入れ替わって、そこでパス読んでた久入誠也、久入のスティールからここはイージーバスケット。いや、ゾーンプレス、もしかしたらハーフコート行くとゾーンするかもしれないというところで、はい、ちょっと撹乱してますね。あ、ショットにしました、マシューライト、2つ目を決めてきました、スリーポイント、はい、上沢、中村に託す、ね、はい、上沢選手のスリーとか来ると、スティールだー、狙ってました、小西誠也、イージーレイアップ、嗅覚あると思うから、はい、今日は1本のスリーポイントを決めています、中村拓斗。岡田からのパス、ディアロー、ダンク。はい、このピックアンドロールを使いましたよね、はい、使って最初のファーストステップといって、あ、ここはリバウンド、エバンス、三谷スリーポイントシュート、2つ目が来た、まあ、代表にも選出されて充実のシーズンです。パスアウト、外フリー作って飛ばせてからのスリーポイント4つ目、なんと4分の4、三谷からのパス、エヴァンス中のアタックを選択してここでキャンセルします。はい、このエヴァンス選手の侵入をものすごく警戒してますね。中村のスリーポイントを開始、はい、なのでこれですよね、エヴァンス選手警戒すると今左側にはライト選手いますし、はい、まあ、本当にこれだけ、まあ、才能豊かなプレー、あー、これは完全に空いてました、はい、でこれまたアシスト一つつくんでね、さら、はい、なるこう差っていうのを埋める時間帯来てますね、はい、キャッチャーのショット、ニック・メイヨー、はい、ニック・メイヨーは個人通算スリーポイント300本成功まであと1まで迫ってきました。で打つと期待感高まりますからね、はい、マービーのアタック振ってからメイヨー、メイヨーが中ツーポイント選択ショット、もう一貫して2対2、はい、2対2でいいですね、はい、エバンス振ってブラックシェア、スリーもありますが山崎ディープスリー、ここで射抜いてきました。で前田選手もディフェンス頑張ってますので、ねはい、シューターって結構ディフェンス何ありって言われるんですけど、それってシュートも良くてディフェンスするとすごいいいですね。ブラックシェア、あ、ファールがありました。残り時間あとわずか、どうセットするか、はい、しましたね、マシューライトからケビン・ジョーンズだ、外スリーポイントシュート、リバウンドはブラックシェアが取って、ここでゲームセット。